さあということでね、今回とあるトンネル、ね、からちょっとスタートということで、さて問題です。一体どこのトンネルなんでしょう。さあ行ってみたいと思いますね。車をね、走ってる現役の、トンネルなんですが、一応すれ違いはこれねできるみたいですけども、8トン以上はこれ通行禁止になってるのかな、な感じですね。割と長いですね。よく響きますよって、いやいやいや、これでね、車が来るとねすごい音なんですよ。まあどうなんでしょうかね、車が来ないことを願ってるんですが、あ、響かないな。すっごいゴーってね音がして、なんて言うんでしょうね、もう心霊どころじゃない話の音になってしまうんですよね。なのでまあ、そそくさとね、でここを飛ばしてくるんですよ結構。なのでよっぽよっとかないと引かれて、自身が心霊になってしまうっていうね、ちょっとやばい感じなんですけど、あ、出ましたね。あ、見えてきましたよ。いやさあ今回やってきましたのが園原ダムということですね。こちらね群馬県にあるね、まあ、かなりね有名なスポットなんですが、もう至る所にですねちょっとやばいぐらいこの、ね、目撃例があるんですが、こんな感じで見ますね。で今撮ってきたこのトンネルなんですけども、ね、こちらのですね、レポートを本日はしていきたいと思います。これがですね、結構ね心霊写真が撮れるっていうね、なんかどっかのサイトに書いてあったんですけどね。こちら慰霊碑ですね。こちらはなんか歌でしょうかね、書いてありますね。いや、どうなんだろうね。花田も裏側とかね、こうね、ちょっとどうなんでしょうね。慰霊碑はやはりね、こう、まあ、ダムの底にね、まあ、村が沈んでるようなので、その慰霊碑とか、あと、まあ、ダム工事で犠牲になった方のね、慰霊碑なんかじゃないかなとは思うんですが、さあ、で目撃例が一番多いと言われている、この、ちょっとオレンジっぽい、吊り橋なんですよね。うお、結構長いですね。で、なんかね、この辺にもね、最近、毒物使用による事件が頻発しておりますのかね、こういうちょっとね、物騒な看板もありますね。いやー、よくないですね、これね。いや、ね、これね、数年前まではね、なんかこれ、舗装されてない、橋だったようなんですが、結構今は、だいぶしっかりしてますね。ということでもう渡り始めていますが行ってみたいと思いますね。さあ
かもね、ここは女の方がのね霊がよく目撃されるようなんですが、再三言ってるんですが、私はあの霊感がないため、どうなんでしょうね、映り込んでるかどうかはちょっとわからないんですが、ね、見える方は見えるのかもしれませんね。あ、なんかこれポンプ小屋みたいのがありますよね。農業用水これから取ってるんでしょうね。湖面はどうでしょうね。ああ、結構ポツポツにありますね、水ね。おお。あ、っていうかすごい月です。おお、なんていうかあの雰囲気ありますね。で近くにですね、まああの他のサイト見てたら廃屋とかあるっていう風にねあったんですが、一応見つけました。ですがその廃屋、思いっきりあの民家の目の前でちょっと夜の撮影は無理ですね。でどこかねなんかキノコの乾燥機みたいなのがあったので、キノコ工場かなんかがもう使ってるんでしょうね。あれなんか冷蔵庫みたいのもできてましたしね。ちょっと上から見たんですけども、ちょっとそちらの廃屋の方はね、なんかなんでしょうね、あのなんとかインとか書いてあったような気がするな。宿泊施設だったのかもしれませんね。うん、あとはその神社みたいなものもあったんですが、そちらも民家の目の前でですね、ちょっとそちらも夜の撮影は無理ですね。おお、たどり着きましたね。こんな感じでね、おおほほほほ、いや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 。でこの先の道なんですが、今ね便利なんですよね。Google のマップかなんかで見ると見えるようになってるんですが、これはもう林道ですね。整備する人ぐらいしか入らないような感じですね。
さあということでですね、渡ってきました。どうでしょうかね。ちょっと一段階暗くして軽く定点で ちょっと固定して、見ましたが、どうだったでしょうかね。何かご覧になれた方いますでしょうかね。うん、ね、その腹橋ということでね、廃屋とね、ちょっと雰囲気のある神社の方はですね、ちょっと民家の関係で、撮影できないということで、その話橋をねバックに、今回締めたいと思います。